HC85 系機動車は葛西義行氏の遺言でもあります。デッキには高山本線沿線の伝統工芸品が展示されています。葛西氏は日本人は自信を持て、こんな素晴らしい技術や職人がいる、これに磨きをかけて新製商品や新産業を起こせ、各自治体の首長や政治家はしっかりしよう、日本は復活すると言いたかったのです。ただいま時刻通り運転を出しております。普通車は紅葉をイメージして朱色のモケットです。3号車はバリアフリー対応の車両であり、車椅子のスペースが設けられています。各座席には背面テーブルとコンセントが備わり、1000ミリのシートピッチなどハイグレードな設備が売り物です。でグリーン車、普通車を問わず客室とデッキの仕切り扉の上にはどのモードで走行しているかの表示がされます。モーターで走るときは非常に静かです。